イエーイよいしょー、腹立つなりうぜよ。はいどうもー、ね、はいどうもはじめましたー、師匠のいつもの動画イエーイ。どうもー、ハリウッドザコシショウの部屋っていう動画なんですよ、これ。ありがとうございます、ハリウッドザコシショウの部屋、トークコーナーです、はい、師匠、うん、知ってます。僕は毎日あなたの、あの動画を心待ちにして、いつも寝る前にいつも見てるんです。あー、いい心がけ。キモキモいな。え、待てや、キモいな。いいでしょずっと。それは今がいいよ、いいよ。初回から俺見てるから、悪いけど。キモいな。いや、見てるわ。ファンだもん。悪いけど俺、この彼のファンですからね、私は。ただただの。ファンで、たまたま共演させてもらってるっていう立場なんで。はい。すげえ、もう今日、ね、だからやばいよだって、だってこの場に来れたから、本当に、いやマジで決めやべえ間違いないいやいや、というわけでまあトークなんですけど、はいはいはい、行きましょう。はい、紹介しますと、野沢大仏さん、あどうも、西の黄昏から来ました。モンザダイブ禁止です。あとこちらがアンドロイドゴールドハンバーグ。ゴールドハンバーグです。でこちらが全力演のお二人。はい、全力演です。全力演。そして MC ハリウッドザコシショウ。イエー。いやもう MC じゃないです。違うんすか ？MC ハマです。全パクリ全パクリ。いいよ、気持ち悪い顔やめろお前。やっぱ全国にね、視聴者が減るだろお前やめてくれよ。見ろ一応お前、俺のお前動画結構人気で、ちょっとした、うん、わけわかんないやつが見るんで、ね、わけわかんないやつっていうのも失礼でしょ。ちょっとしたわけわかんないやつがいやでも面白い、最高っすよ。普通のやつは見ねえんだよね。あ、見ないっすね。でもさ、そう見ればいいのにね。見ればいいよね、ただなんだから。だってすごくないっすか。何が。だってアメーバブログ開いて、師匠ハリウッドザコシショウ検索するじゃないですか。開いたら全部だって動画ぶっかましてるわけじゃないですか。うん、ぶっかましてる。あれだって文章で終えたこととかないでしょ。ないすごくない。すごい。だってブログってだってあれじゃん、なんか今日はなんかぶっか、ね、なんかぶっかまして、飯ぶっかまして最後なんかかましたみたいな感じで終わるわけじゃないですか。あれでしょ、響きの春夏秋冬、響きの長友が豚じゃない、はいはい、豚なのに自画撮りしてこんなこ今日これ飯食ったみたいなね、なんかそういうのが、やるんだよ、そういうのじゃ、やるんだよ。だから知らねえよっていう、そう申し訳ないですけど、おめえの顔見たくねえよ。そうそう、芸能人の方とか、まあ芸能人、まあいいかもしれないけど、なんかこれ今日やりました、バッカじゃん。それ腹立つじゃん。お前の自分で18番ですね。これ全然腹立つ。似てねえけどな。優勝逃しました、そんな顔しねえから。逃しましたっていうあれですけど、でもそういうのばっかなのに、師匠はストイックに動画しか配信しないっていう、このすごいよね。いやでも動画ハードコアプライドだよね。動画の方が楽な時もあるんだよ。あ、そうですか。うん、でもこう指でパソコンのキーボード押したくない時ある。あ、俺ちょっと聞きたかったんですけど、あの今までハリウッドザコシショウ先輩の歴史で文章で物事を発信した時ってあんすか。いや、あるよあるよ。ある。今だってあるよ。あ、ありますか。動画のグリーとかでもやってるしな、これ。ああ、多方面でやってんだ。あとハリウッド寄せのブログでも。ああ、それ見てる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 。すごい。お前も書けよ。いいんですか。2時間書いてない。野田ちゃんさんに送ればいいんだ。そう、野田ちゃんさんに送れ。
あ、野田さん、あ、じゃあ送る、うん、結構、じゃあ連続配信とかでもいいですか。いい、いや、あー、そうだ、もうこの機会にえ、したら俺もう俺書かねえのよ、みんな。え、いいんすか。いや、書いてほしいんだよ、ほんとに。あ、なんか、うん、それはもう、なんか俺たちは違うのかなっていうか。いや、全然そう、お前ら、うん、いいんだ。いや、全然か、いや、確か他の事務所だから多分アドレス知らないんじゃないか。なんか KBT が知ってんすよ。カマボコ、あの相棒のかまぼこ体育館が野田ちゃんさんのメールアドレス知ってて。あ、知ってんの。確かあいつも野田ちゃんさんになんかあのハリウッド寄せのブログやってっから、うん、なんかあったらなんか書いてよって言われたっていうのは俺聞いたんすね。うん、じゃあ書いてよ、うん、あいつから野田ちゃんさんのメール聞いて書いていいですか、うん、あ、嘘。あ、じゃあ書くわ。書け書け。じゃあなんか日常でもいいですか。もうわけわかんないですあ、じゃあ書き物、虹の黄昏今まで全然書いたことない。この写メだけでもいい。あ、いいんすか。一発の。わけわかんない、顔の写メだけで。で、腹立つのにって書いてくれる。あの、思ったんですけど、俺結構見させてもらってんです、ハリウッド寄せのブログ見させてもらってんですけど、1日1回更新みたいな感じじゃないですか。そうだよ。じゃあ、ショコタンスタイルで連発とかもありですか。連発はでもないかもしれないな。1日1回スタイル、1回野田ちゃんに渡して、はいはい、その野田ちゃんさんが本当にね、はい、何にもみんな書かないから、うん、ギリでやってんのよね。あ、そうなんです。1日1回はとりあえずやんないといけないから。だからお前が3つガッてやったら、うん、あー、これはよかった、3日分がある。あー、なるほど。あー、あ、やる。やってやって。俺結構ネタありますから。いや、ねえんで、みんなねやってくんねえの。やれやれっつってんだけど。あ、じゃあそんなだったら行きますよ、うん、行って行って。あ、行きます行きます。もう何やったら1ヶ月全部全部ハリウッド寄せのブログって、うん、観覧数とかあるんすか。なんかいや、結構見てるみたいよ。あ、俺あんまり俺あんまりちょっとそこは任してんだけど、うん、野田ちゃんに、うんうん、確かに野田ちゃんさんが結構率先してぶっかましてますもんね。うん、俺もそこまでちょっとやるとちょっと面倒くせえね。そうなんです。じゃあ僕らも参戦して、やってやって。あ、じゃあかまします、うん、見てください。小判ザメとかもやってんのかな。やってないでしょ、小判ザメ。小判やってないですね、うん、見てない、うんうん、僕らの後輩の小判ザメ佐藤バガデブクソデブ。あれ、銭億円とかやってんの。僕らでまだ練習。ああ、そうだ、そうだ、あの研修生だから。練習生。練習生はいつこう来れるんですか。まだあのね、はい、来年の1月から。あ、来たね。まもなくカミングスーン。一日1000回のスクワットの日々からようやく解放されました。いいね。もうやっぱね、足がさ、パンパンで足が。基礎体力もやっとペーパーテスト、はい、まず作ってなんぼなんだよ。いや、でもそれ別に上がったからって何のことはないなんでするわけ。結局は別に何するないけど、はい